なっているような気がいたします以上でございます土山参考人はい ご質問ありがとうございます。一言では大変難しいのですが、できるだけ短くと思いました。すでに両参考人からお話がありましたように、地域のことは地域で、人々が自ら治めるということであろうというふうに思います。またそれが何よりも尊重されるべきだと。でしかし、自治といいますと、地方自治だけに限定されがちなんですけれども、人々が自らの課題を自らで治めるための仕組みだとすれば、国も自治体も自治の仕組みなわけですね。我々という社会の サイズが違うだけで我々がですね我々の社会の課題をどうするかということをやり取りをして必要不可欠なものをその支える必要不可欠なものを整備するという意味ではですねそれはあのどちらも政府なわけですね。 ニアイズベターとといいうお話がありりまましたその通りだと思います住民自治団体自治というふうに分けて区分することが通説ですけれども私はそれは取っておりませんで結局団体自治つまり自治体がなぜ尊重されるかといえばそれは地域の人々の自治の仕組みであってそれに最も近い政府だからということであります。 自治というのは、自ずから治めるというふうには読みますが、自ら治めるというふうにはあの読めます。自ずから治まるという意味では、ほっといても悪さをしないという意味で、これは実は私たちが今考えている自治とは真逆のものです。自ら治めるという、そのための仕組みとして、えー、あの仕組みとしてあの、国も自治体も機能していますし、自ら治めるということが、ね、自分たちの責任として人々にかかってくるということが、結局、地方自治の本心の実態ではないかというふうに思っております。ありがとう さんそれぞれありがとうございました、高橋先生はあの補完性の原理を言われました、それと稲津先生は住民による自己統一という言い方、それと内山土山先生は今言われたとおり、住民自治というか、あの自ずず自らが治めるというか、そういう考え方ということですから、やはりあの自治ということ、やはり私自身はですね、 憲法13条の個人として尊重されるというところが、やっぱり、えー、地方自治の本市に、えー、組み込まれなければならないと、私は理解を実はしてます。個人として尊重される、個人として尊重される、幸福を追求する権利がある、えー、そこに、えー、住民自治があるでしょうし、その住民自治、一人一人の自治が個人として尊重されるけれども、それができなかった場合は、 住民が団体を作って、団体自治でそれを具現化をしていく、まあ、しかしその団体自治だけではできなかった場合については、というと補完性の原理が、そこに具現化されるんだろうというふうに思いますけれども、まあ、そこで、これ主より、非常に現実的な話になりますが、あの高橋参考人にお聞きしたいんですけれども、今言われましたとおり、えー、補完性の原理なんですが、えーだん、いずれにしても法定自宅事務と自治事務が、 ございます治の,の中で,でやはりあの法定自宅事務が、私はあまりにも、えー、今、負担になっているのではないかな、各自治体の、という気がしてなりません、そこで、えー、稲城市長としての現場をつかさどってらっしゃる高橋,高橋さんに聞きたいのは、じゃあ、果たして今し、稲城市の中に自治事務っていうのは、えー、十分に実践されているとお考えでしょうか。 それともまだ不十分だとお考えでしょうか、仮に不十分だとすれば、それは何に原因があるとお考えでしょうか市町村、まあ、稲城市が携わってます行政サービスは、非常にまあ市民生活の全般にわたることですので、まあ、一概に今、ご質問いただいたことについて、まあ、自治が行き届いているかどうかということは、なかなか課題によっては難しいと思うんですが、 おおむね、えー、ほとんどのものがやはり骨格がですね法制度、あるいはその事業の骨格が、えー、法律によったりであったり、あるいは都道府県の規制であったりということで骨格が決まった中で、まあ、ほぼ市町村が行う事業の中では自由度はないのかなというものが多くなっています。また、あの本当の意味での自治事務、まあ、いわゆる単独の独自の業務。 まあこういったものをやろうとしても、実際には財源が伴わないということがあって、ですねえ経常収支率で言えば、ほぼほとんどの市が90%ということは、ざっくり言って10、10%ぐらいしかその自由になる金がないという中では、現状のような社会保障経費にほとんどまあ取られる。 しかも、自由に使うお金を独自に使おうと思っても、ややその社会保障制度の上乗せ横出しに。まあ、使わざるを得ないという中では、えー、自治事務としての自由度というのは非常に少ないというのが実感であります。以上です。佐々木隆さん。ありがとうございました。それでは、あの、稲津参考にお聞きします。あの、参考人に、あの、えー、っと。私は、あの。 第一次文献改革、これ、高橋先生の資料にありますけれども、第一次文献改革、2000年に機械人事務が廃止されて、固定ル自宅事務になった、でここまではあの文献という一つの大きな流れもあったと思いますけれども、実はその後ですね、2000年以降の2020年間、あまりにも文献改革というのがちょっと後継に押しやられて、どちらかというと、えー、中央集権化が強まっていったのではないのか。 という気がしておるんですけれども、あの先生はその辺はどのようにお考えになっているのかお聞きしたいと思います。稲津参考人。ご質問ありがとうございました。えっと九十九年の文献活動二千年施行以降ですね。えー 後継に行った確かに議論としては、あの一般の注目を集めなくなったかもしれませんけれども、それ以降、ですね中央の方に権限が戻ったものはそれほど多くないように思います。なので、え文献の軸としては変わらない、しかし、世間の注目をあまり浴びなくなったというのが私の見ているところでございます。あありがとうございいまししたたん、えー、あの最後にあの土土山さん後に土きしたいんですけれどもあの 今、ヨーロッパではミニシパリズムという言い方をされて地域主義あるいは自治体主義というどういうふうに訳すのかちょっと分かりませんけれどもそういうのが実践をされているように私は情報を得ているんですけれどもやっぱりそこには今土山先生参考人がおっしゃった住民自治の本質的な部分が少しあるのかなとやはり中央政府では非常に住民のニーズ あるいは住民の思いに応えられなくなってきている、だったら、地方で、地方政府、あるいは地方政党と言っていいかもしれませんけれども、地方でそういうものをやっぱり地域から起こしていくっていうのが、ミニシパリズムの一つの本質かなと思ってるんですけれども、先生はその辺のこのミニシパリズムと、今、先生がおっしゃった住民自治ですよね、自らが治めるということに関しての考え方っていうことが、少しご教示できたら。 いただけたらと思います。土山参考人。 はいいごご質問ありがとうございますただいまのご質問ですけれども、私自身はですねすでに例えば日本ではですね80年代に地方の時代というふうに言われた時代がありました、そこからですねある意味ではその自治体主義であるというふうにあの思っておりますあの。思っていますというのは、なんていうんですか、先ほど申し上げたように、マクロで見ますと大変疲弊して、ですね萎縮している、新しいことや変わったことをする資源もないし、やって失敗したら怒られる。 でそれがですね非常にその萎縮する方向に働く一方で一つ一つの自治体やセン訓レを見ると素晴らしい取り組みをやっているところがいっぱいあるそういう個別の事例とかそう,そうしたそのいい地域あの頑張っているところを見るとですねそれはまさにあの今あの、えー、江崎委員がおっしゃられたような、えー、自治体主義、ミニシパリズムがですねあの形になってあるところが見えるそういうことを体感している自治体ではわかる。 しかし、全体、その地域でもですねそうやって頑張っている人をですね地域のすべての人が見ているわけではないわけですね。そうすると、ですねその人やその事例がどのように見えるかというところでそれに対する評価が異なるということになってしまいます。私が思っていますのはそうした地域の活動や良きあの活動というのがもっと可視化されて共有されるといいと思っていますがその課題を共有するというところが実は政策形成の起点でもあります。それぞれぞにそのよく自治の 人の方もですねあの議会の方もあの、えー、人々があの関心がない政治に関心がないというんですけれどもやっぱり全面的に関心があるのはそれはやっぱりなりわいとしてやってる人じゃないとそんな関心は持てないわけですねでも子育てなら環境なら介護ならそれぞれに関心を持つ可能性があるそうした課題ごとにつながる。 ということ,のということの可視化がです、ねえー、みあの見えにくいのが問題なのではないか課題ごとにつながるというのはそこに困っている人がいてその困っている人とそれをほっとけない支える人当事者と支援者のつながりがいろんな課題の,あの表れとして地域の中であることが見えるということが必要だと思ってますそこでも問題提起が必要なあの問題提起やそれを取り上げることが必要だというところにつながるというふうに考えています。 尾崎隆さんはい、あれ、ありがとうございました。あの、時間が来ました。あの、土山さ参考人が。